OK。 3度目の AT は一味違う。おう、さあものすごく速い。おう、え、直撃。よし、やった、よかった。勢いでいこう。一回落ち着こう。うん、一回水飲むわ。スロットウィン5、あ、10になっちゃった、5。ということで、今回工藤ラギでございます。私はですね、1回目このスロットウィン5の記念すべき第1回で出たんですよ。忘れもしないあの悲惨な1日。いや、楽しかったですよ。すごいお金入れましたし、バルブレイブでとんでもなく、いろんなスタッフさんを巻き込んで延長した割には大して出すこともなく、結構悲惨な回を作ったんですけど、また呼んでもらいました、ありがとうございます。はい、ということで今回はまあその時の、不甲斐ない結果をねリベンジしに来ましたが、しかし取った機種は、からくりサーカスでございます。あのですね、まあバルブレイブも考えたんですよ、考えたんですけど、まあもう一回ねやったんで次行きたいということで、からくりサーカスで、心機一転リベンジをしにやってまいりました。ミッションがあります。今回のミッション内容1、劇場ジャッジ成功成功、はい、2、運命の一撃突入、3、上乗せ300万以上過去一撃 で、4、超からくりサーカス、5、サマイプラス。まあからくりサーカスならではっていう感じのミッションなんですけども、まあ運命の一撃はなんか突入させりゃいいみたいな感じなので、突破しようがしないが、まあでもその超からくりサーカスとかね、その入れるためには突破しないといけないので、結局まあ一連の流れですよね、からくりサーカスのその上位入れてバカ出しするっていう一連の流れをお見せできれば勝手にミッションクリアすると思いますので、まあ死なないように、ほどほどに頑張って入れていきたいと思います。そして、ミッションを一つクリアするごとにサイン入りのチェキをプレゼントということなので、まあ5個ミッションがあるんでマックス5枚ですかね、プレゼントしたいと思います。まあ最低でも3枚ぐらいはプレゼントしたいので、まあそうですね、運命の一撃をとりあえず目指して今日はやっていきたいと思います。よろしくお願いします。もう前回の1回目みたいな結果にはならないように今日は気合で叩いて頑張りたいと思います。実戦頑張ります。早速1枚目入れていきたいと思います。お願いします。さあ今日は何枚入るんでしょうね、カラクリね。あんまり入れたくないけど、大事な1ゲーム目、よし。あー、リプレイ。2024年は慎重に行動しようと思って洗い代を避けようってなってたんですけど、なんか結局戻りました、いつも通りの自分に。動画収録とかはだいたい前半お昼までになんかやれたこと多分ないだからかなり前半で投資がねかさむわけで、爆裂投資王って勝手に名前つけられるし、いや好きで爆裂投資してるわけじゃないんでね、私もそんなお金ないんで。と2024年は爆裂投資っていう名前をお名返上したいです。お名返上、うん、うんともすんとも言わないうん、2枚目お願いします。もうなんかハマることに慣れている自分が嫌です、本当にいや結局いつも通りだな、なんか3枚目、まだ元気です。3枚目なんかもう全然元気だよ。
朝から天井とか嫌じゃない嫌だな、それは嫌だな。いや最深部まで行くなこれいやーえいやー最深部まで連れてかれる。線ですおはせんだ、おはせん。朝からやっとゴール見えてきたじゃないですか。見えたところで、4枚目4枚目でございます。お願いします。いや本当朝この台座った時はこんな最深部まで連れてかれると思ってなかったんですけどね。行くんですよ、はい、行っちゃうんですこの台は。いやでもいや他の人全然そんなことないんだよ、他の私だけなのよこんな状況に陥ってんのが。なぜこんな台数あって、まあ、そういうのを引いちゃうんですよね私は。やっぱり赤タイだ。でいようやくです。32本使って上で976ゲームはいお願いします。決めさせてもらう。バカ野郎あ怖いな。でもこんだけ頑張ったからさ、中身濃いチャンスゾーンなはず。そう私ただの子供。ああ強制やりました。長かったです。ありがとうございます。一発目の通せた一発目で強制ありがとう。さあここから、ミッションクリアを目指して頑張るわけなんですけど、何をやるんだっけ。まあ一通りの流れをやればクリアになる。まあ何にせよ劇場ジャッジですよね。頑張ります。長かった、遠かった。もう午前中 AT 入んなかったらどうしようと思った。劇場ジャッジをね何としても引っ張ってぶち込んで倒しまくって、もうこの AT で全てミッションクリアさせてほしいです本当に。やれる時ってやっぱさ AT 始まってすぐに結構ポンポンいろいろ引いてぶち込んでかない、やれる時。これ完全にやれないパターンの AT ですよね多分やめて早いよ、早くない。204枚、67ゲーム早くない。嘘でしょ。いいよ引くよ、分かった引けばいいんでしょ。白がね、うーわー終わった。いやーもう早いって私の1200ハマり。青いままで行くんだ。はい、できます、頼むよ、頑張る。もうさっきひどい目にあったからよろしくお願いします。1ゲーム目にリプレイ行くのなんか得意今日。よいしょ、わあ。ここで引けばいいんだよ、わあ。フェイスレス、ダメだ全然ダメだ。フェイスレスは5回中3回天国の子やるしかないくないねえ。3回天国の子だもん、だって次もすぐ天国かもしれないし、こうやってカラクリの沼に落ちていくわけですよ。5枚目だよお願いします、帰ってこいよ無事に。
で毎回こう無事に帰ってこいよって言いながら5枚目入れてる気がする。よし赤まではいた。お願いします。強ゼリーこの後に引きたかったんだけどまたなんか引いてるし。おいよいしょ。はいいってらっしゃいませ。2度目のチャンスゾーン上だと410ゲーム。うりゃ最初1ゲーム目リプレイ絶対引いてる大丈夫信じて。ありがとうございます。決めました。外足が44本。2回目のチャンスゾーンありがとうございます。助かります。今度こそちゃんと劇場ジャッジ見せますんで、はい、頑張ります。よかったー。こっからあと何時間後にまた2回目の AT やらせてもらえるんだろうってちょっと不安しかなかったから、もう誰でもいいから戦いに来てほしい。よし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 。ほらジャックテリー。よしようやくジャッジできるよ。誰ですか。ブリゲッド対戦よろしくお願いします。なんか引くリプレイ後期リプレイ大丈夫。ういうりゃここ超えたらミッション1クリアですよ。お願いします。大丈夫ほいダメだ幸先悪っ。マジか。カピタン倒す絶対よろしく。あーやってた勢いでいっちゃった。よしあらもう倒すどころか激動だちいやマジこれ外したら終わるこの AT が。よろしくお願いします。大丈夫なんでですか。2-0。ミッション1むずくない。もう次劇場だって言ったらあの間の間を止めないでババババパンってやっていい。もうなんか一泊置くとダメな気がする。わかんないけどあ終わっちゃうよ助けてくださいやめてはい190枚。77ゲーム。あーもう戻したいで早くいけない。で終わったフェイスレース5回中3回天国悔しい。もう悔しい。いいじゃん1回ぐらい突破させてくれてもさ2回やらせてくれるんだったらさ。ほい早めでしたね今回は。225ゲーム。お願いします。なんか引いてるよ。よいしょジャクチェリーか決める。よしうまいよかった。なんと3回目の AT こんなにも早くいただけるなんて。今までのあれは何だったんだろう一体ありがとうございます。今度こそミッションクリアさせてもらうわ。よろしくお願いします。赤いよ。 OK 行ってきます。3度目の AT は一味違う。30乗せまくる。とりあえずここで強レア役とか欲しい。
頼むよ。まだ、終わっちゃった。170枚。いやーもう今回の相手は違うよ。一割違う。おう、今日テリーそんな、そんなさらっと出てくんのね。ありがてえ。パピさん、よろしくお願いします。お手柔らかにお願いします。なるみさん、分かってるよね。頼むよ。よし。さっきさ、2回ともさ、こう間を開けてたから、もうパンパンパンって言っていい？試しに。もう無の気持ちで、何も考えずに無で。ほい。ダメじゃない？なんでだよ、なんでなんだ、なんで突破させてくれないんだよ。みー、ハーレークイーン。もうずっとずっとなるみのターン、ずっとなるみのターン、もう最後までなるみのターン、ボコボコにする。おらー、よした。4回目の劇場だっちゃ今日。一回落ち着こう。うん、一回水飲むわ。今度こそ通す。いけます。うわー。4の0、4回やって0。終わった。はい、539枚。徐々に良くなってはいますけど、そろそろここで戻してもいいんじゃないかな。1回くらいね、終わります。はい、天国。天国です、次。いやー、もうね、なんで劇場ジャッジ通せないの。88ゲーム、チャンスゾーン、お願いします。あ、1ゲーム目リプレイ引ける説が終わってしまった。最後、ここで引く。あ。白がね、悔しい、もうやだ。おう、次回予告、久々に見た次回予告。早いですね、助かる。はい、HT5 2回目のチャンスゾーン、お願いします。ぶっ倒す。よいしょ。さあ、ありがとうございます。いけた。なんかやっぱスロースターターというか後半の女なんでね、はい、ご飯食べてからポンポン入れますけど、伸びるかな。4度目いってきます。持ちメダルでいけました。変わらず、相当し48本。なんか引いてく。よいしょ。おー、終わった。4回目の AT。 はい、3回目の AT のリザルトを引き継いで590枚。全然チャンスなかったっすね。とことんいけない。あー、マサール。さあ
はい、心中します。この台とともに心中します。空いてないからもうやるしかない。なんと延長してまで頑張ります。違うんですよ、なんか前にも見たなって、こんな絵をバルブレイブの時ですよ。全然ミッションが達成できないということで、1個でも達成したいから残るって言って、残ったら記憶です。帰ったら真っ暗でした。再び9枚目だよね。うん、9枚目、うん、赤、よし、はい、ようやく、ゴールという名のチャンスゾーン行きます。えーい、3度目のチャンスゾーン、京都市8万5000円お願いします。決めさせてください。怒ってるからこっちとら、激おこぷんぷん丸、くそ。しんどい、もうやだ、たよかった。あー帰れる。いやまだわかんない、帰れるかわかんない、帰れるって思っちゃったけどわかんない、まだ8万5000円。はい、劇場ジャッジ1回入れてくれたらもう帰るから頼むよ。大人待たせてるからいっぱい、お願いします。本当に消えた、ストックありがとうございます。ストックがあります。はい、157枚ストックあります。マジで頼むぞ。あとのせい、よいしょ、後乗せじゃない、何で、あ、強手か、もう上しか見てなかったからさ、うん、終わりかけの時に乗ったから後でなんか乗るやつかなとか思ったけど全然強手引いてたやん、ごめん、もう見てなかった。まだ戦える、カピタンぶっ倒す。よし、5回目の正直、5度目の劇場だし、そろそろいけるよ、マジで絶対通す。はぁねえ、なんで。もう5の0ってさ、もうダメじゃん、今日終わるよ、本当に終わるよ。あー541枚ないですか。ないですね。ふー、はい、デフォです。無理です、今日はもう無理です、ギブアップします。今ね、85でしょ、で私もあと1万円しかないし、うん、これ以上残るとちょっと、うん、次に支障が出そうなので、はい、うん、ということで、おはようございます、川原みのりです。ちょっと風の噂によると、前回ラギオがやらかしたとかやらかさなかったとか
結構ミッション難しいっちゃ難しめですよね。まずは当たらないとだしっていう5つになるんですけれども、まあ、前回ラギオが、クリアできなかった5つのミッションそのままにということで、まあカラクリサーカス言うても結構何回も打ってますだし、万枚も出したことありますだし、おととい来たる 50% の運命の一撃外してますっていうことは今日です。今日クリアできるはず。まあそこまでまず持ってかなきゃいけないのもね結構大変だと思うんですけれども、まあ初当たりをたくさん引いてできるだけチャンスをいっぱい引っ張ってきて頑張って全部クリアしたいなと思っておりますので、皆様応援のほどよろしくお願いします。それでは実戦の方行ってまいります。ということで無事に確保できたカラクリサーカス頑張っていきたいと思います。まあ、一応プラスで終わればね1個ミッションはクリアできますから、まあでも劇場ジャッジぐらいは行っときたいけどな。劇場ジャッジ成功ぐらいは1回ぐらいはね、あれ1回でいいんですもんね。まあ、でもとりあえず朝1なんでまずは天国でまずはチャンスゾーントライさせてほしい。まあ、なんならリセットで通常 C にいることもちょっと期待できるので、まっすぐ AT 当たってくれたっていいんですけど。はい、エピソードいきます。あ、役を強制強制は引いているんだけど関係ないです。はい、残念ながら天国はなし。まあでも通常 C でもいいよ本当。じゃそして2枚目入ります。しっかり300ゲーム。はあ、2万円がなくなった。早い、しんどいです。3枚目、いやここっぽいな、なんかはい、うん、赤なんなら C の可能性全然ありますしね。あ、レインボー。これはある、あるかい？あー、あるなー、これ直撃。継続。で、継続。え、行っちゃうの？はい。出ちゃったな、コラン。まあでも全然あるよ。熱いやつですね。おお、直撃じゃない？直撃であれ。778ゲームですね。こっちが1076ゲーム。投資が2万6000です。いけ。あ、よかった。直撃でしたね。通常 C でした。よかった。ちょっとチャンスゾーンのプレッシャーからは。解放されております。よし頑張ろう。まずは劇場ジャッジ、これを引っ張ってこよう。さっきみたいにガンガン強チェリーとか引けると、おーいいじゃない。強チェリーではないけど、お、チャンス目、ナイスナイス。まあ、とりあえず乗せてからの、まあ、強力役なんで、あー、な、お前が来るのか。でもなんか早いな、めっちゃすぐ出てきますね。まあ、マスちゃんだけどこれは勝ってほしいなー。あ、強い強い、大丈夫そう。
大丈夫ね。オッケー、よし、まずはここもう一発目から取っちゃいましょう。劇場ジャッジ勢いでいこう。リプレイリプレイ、ナイス。あー、お願いします。本当頼む。嘘でしょ、嫌だ。うーわバカ、なんてことだ、もったいな。ちょっと待って、今ラジオの悪夢がよぎったな。大丈夫かな。よし、でん、よしよし、やった。あー、お願い、もうでも枚数が危険なので決めよう。あー、ここで引くしか。うー、嘘でしょ。すぎて自分に萎える、やば、どうしよう。ああ、終わった。302枚デフォ画面です。クズリゲーム302枚。なんか二の前になりそうで怖いですねやだな、2回一応行ったのにな、劇場ジャッジ。なんならストックは、セットストックはない。いて、もう早く引けてないか。はい、終了です。お、イエローだ、いいじゃない、頑張ろう。よし、あ、まだ始まったばかりです。天国なんじゃないかなと思うんですよね。すぐ行くんだな。さあ、ものすごく速い。おえ、直撃？ほら。おや？なんかなんで天国で、天国ではあると思うんですけど、なんか直撃しましたね。まあまあまあ、ありがたい、ありがたすぎるぐらいありがたい。結局チャンスゾーンまだ1回もやってないな。さあ、今度こそ回数はつながってます。やばいです。うわー、終わった。あー、劇場ジャッジなし、さっきの1個目の AT と、トータルで436枚。難しい、暗い、早く。あ、リーゼさん、次回か2回目3回目まで一応通常 A は否定。まあ悪くない、悪くはない。 OK、 攻めれる、まだ。開幕ベルでもないか、厳しい。あ、なんか引いてます。え、あ、引いてない。おや、行くんだってことですよね。あ、天国でした。よしよし、92ゲームそれから76。よし、ついに来たな。行けます、チャンスゾーン。決めるぞ、お願い。はいはい、まさか引きますよ。
あー弱いなーと思ったら来ました。ナイス、よかった。意外とあっさり決めれました。よし、3回目のエティです。展開が早い、意外と、まあ、まだ330枚残ってますし、意外と温存できてます。頑張ろう。まずは劇場ジャッジお願い。うん、あ、発展です。よしよしよし、誰、あー、いいじゃん、勝った勝った。マジ、あと16枚だけど、お、そしてなんか引いてるけど、チャンスベル、うん、オッケーオッケー、もう終わる。やべえ、はい、よし、いや、そろそろ通すでしょ、さすがに。もう何回やってんですか、私。うん、あれ大丈夫かな。そうね、もう劇場ジャッジって何、もう終わったこれで。はあ、リーゼさん、またまた3つ先までは、して、こんなに初当たり引いてるのにやれてない。お、びっくりした、急に、おお、すごい、そんな演出あるんですね。いきなり全部1回無音になって、お坊ちゃまいただきました。通常 C ではあるのでね。あー、よかった、エレインボー、はいはい、858ゲームです。これが617ゲーム。あー疲れた、これを伸ばさないと結構時間的にも厳しいかと思うので、ミッションを一つでも多くクリアしに行きましょう。いきます。おー、ナイスナイス、今日チェリー30からの、あー、いいですね、強い強い強い、いいよ、来てるよ、あー、もうドキドキしてる。ちょっと劇場ジャッジ恐怖症じゃん。あー、ブリゲッラ、まあもらえるとは思うような演出ですけど、あー、しかもなんかまた引いてる、え、あ、引いてないってことは、まあ勝つということですね。はい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 、いきます。いやー、初めじゃないんだよ。リプレイでリプレイでリプレイ引いた、とりあえず1回引いた、でもここで引こう。よし、やったー、よかった、ついに。まだ全然1個目なんですけどね。なんとか、やっとミッション1個クリアできました。劇場ジャッジ成功です。ただあとこれをあと2回、そして運命の一撃いきましょう。よし、あー、よかった、マジでよかったね。よしよし、はあ、まあ200とか欲しいけど、300とかね、ここでもらえたらと思うけど、まあ大体100なんですよね。そうなんです、300はマジで結構むずいかな。お、チャンスベル引いてます、
乗せる。お、50でかい、めっちゃありがたい。あ、ある、よし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 、ナイスナイス、いけるぞ。え、ハラクイーン、あ、大丈夫だよね。あ、大丈夫、強い。あ、もう一回、よしよし、行くぞ行くぞ。よし、やったら引っ取る。うんうんうん、外れたけど、いや、安心しない。よしよしよし、オッケー、2個目いってるぞ。あと1個クリアでとりあえず運命の一撃突入はいけるんで、頑張りましょう。切らすな気持ちを。100以外100なんだ。いや、枚数はなんかずっとギリギリだけど、あ、降格中、まだ降格ある。 OK、 なんか飛行ちょっとダメ押しで、お、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、あ、あ、 OK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 、 よし来た、よし、もうめちゃくちゃ勝負どころです。いや、マジ頑張りたい、お願い、これ勝てばとりあえず運命の一撃チャレンジさせてもらいます。あー、緊張する。はい、違うな違うな、感動したいな、ここクリアして。あーあーいや、違うんだよな、ちょっとやっちゃってるな。引きよう、引こう引こう、頼む、嘘、あ、ダメか、嘘でしょねえ。いや、でもまだ160枚あるから大丈夫、引ける。降格はもうちょっと取れちゃったけど、お、引いてる引いてる、チャンス目、お願い、バトル行って、劇場ジャッジ、大丈夫、あ、ブリゲリだ、あるぞ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 、いいでしょう。あー、どうだ、よし、 OK、 ちょっと寿命縮まりそう頑張ります。でも、あ、違う違う違うんだよな。いやー、頼むわ、マジここで、いやー、じゃないの、すっごい、ちょっともう自分に腹立ってしょうがないですなんか言って、いやー、違う、もうほんとショック、やばい、終わった、そう、マサル、あー疲れてしまいました。まあ、でここまで次が一応 A 否定は見えてるのか、まあ、天国あったらいいけどな。いやー、悔しい、なんか違うんだよな、あ、なんかこれで勝ち替えとかしてくれたらいいけど、うん、赤だけど、飲まれました、それかと知れます、もう当たります、よし、
756ゲームです。上が450ゲームカウンター。 SN 通貨入れてます。 47,000円相当しです。ふぅ、これがラストチャンスになるのかな。大丈夫かな。嫌じゃない、後味悪いですよね。飲まれてここで外してやめるのは嫌だ。いいんじゃない、いた、よっしゃ、危ない。あー出ました、よかった。もう今日なんか1ヶ月分ぐらいのからくりを堪能してる感じがします。ちょっと終了時間はあるけどもう関係ない、いきます、頑張るよ。やばいやばいやばい、終わる終わる、終わった、くそ、劇場ジャッジさえなかった。282枚引き戻し、熱い、チャンス目、チャンス目、やった、引き戻しました。よし、終わらせないぞ。よし、あで100ゲームちょうど、そっか、ゲーム数もつながるもんね。引いてしまった、粘ったけど488枚、あー難しいな。あ、腕、実践終了です。お疲れ様でした。いや頑張りましたよ、私すごく、なんだろう、激闘を繰り広げたなっていうくらいもうどっと疲れております。まあまずは結果からですね、まあミッションの結果はとりあえず置いといて、投資が4万7000円となっております。そして、回収が最終的に、最後の AT で、501枚、回収ということで、マイナスの1661枚と、がっつりマイナスになってしまっているので、まあ、もう皆さんお分かりかと思いますが、ミッションの方もですね、残念ながら、劇場ジャッジ成功の一つのみクリアです。すいません、難しいってこのミッション、無理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 。いや、まあ、行くときね、全部多分全部バッてクリアできるんですよ、本当行っちゃえばもうなんですけど、いやー厳しかったな。とはいえ惜しいところがめちゃくちゃありすぎて、もうすっごいなんかかき回されました私今日は。ただもう本当に初当たりも5回引いたし、まあ、モードもいいところばっかりで、まあ、かなり戦える台ではありましたね。結構周りの方たちも結構ずっと変わらない台ばっかりだったので、ずっと埋まってたし、まあ、全体的に島の状況は良かったんじゃないかなと思うんですけど、私の腕が足らず、今回はミッション一つクリアということですので、チェキのプレゼントは1名様のみとなります。すいません、まあ、1名となっているんですが、ぜひぜひ、皆さんたくさんご応募していただけるととっても嬉しいです。お願いします。ちょっとでもからくりは私自身もリベンジしたい気持ちはありますし、うん、いつか篤姫 TV の方で万枚とかコンプリートとかしたいなと思っておりますので、またぜひ読んでくださいということで、今回は、ちょっとしょっぱい結果にはなってしまいましたが、また次回、皆様応援よろしくお願いします。お疲れ様でした。